2023年1月29日時点でのウクライナの東部ドンバス地方の戦線の戦況は、ドネツク州のバフムート周辺でのロシア軍の動きについてロシア側からの発表があるくらいであまり伝わっていない状態だよね。ドネツク州の北にあるルハンシク州においては、昨年9月の大反攻によってドネツク州のリマンを奪還して以来、ウクライナ軍が幹線道路の P66 沿いに南北に並ぶスバトボやクレミンナなど各都市への攻勢を強めているが特に大きな動きがなく、膠着状態となっているみたいだよ。SNS などで公開されている画像などから戦況を推測しているミリタリー系ブログの航空万能論では、ルハンシク州クレミンナをめぐる攻防についても大きな変化はないとして、ウクライナ軍が攻勢を強めていたとされているクレミンナの北 5km ほどにあるチェルボノポピフカや、P66 にウクライナ軍は到達していないと見られるとしているぜ。さて今回は、ウクライナ東部のクレミンナで一進一退の攻防戦が続いていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はクレミンナに対して南側からと、クレミンナの西 5km ほどにあるディブロバなどへの攻勢を強めているみたいだけど、ロシア軍が抵抗しているようで進展はない模様で、現時点ではクレミンナを奪還できるかどうかの目処は立っていないと見られているんだ。また航空万能論では、ウクライナ軍がチェルボノポピフカを攻略するには町の西と南の高台を脱出する必要があり、この辺りの戦いで動きがあるとジトリフカへの前進が可能になってクレミンナの背後を脅かせるようになるとしていて、クレミンナを南北から攻撃できるような体制にすることができれば、ウクライナ軍がクレミンナを奪還して解放する可能性が出てくるというよ。また、一部の情報によると、この地域には軍管区の指揮下にある部隊ではなく、ロシア正規軍の中ではプーチン大統領直轄で指揮が高いとされている。ロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団が主力として展開されているとみられるぜ。ちなみにこの第76新鋭空挺師団は2022年3月の首都キーウ侵攻作戦にも参加していて、その際にキーウ近郊のブチャにおいて民間人に対して拷問を行い処刑殺害したことが確認されており、戦争犯罪追及の対象とされている部隊として知られているな。歴史に残る悲惨な出来事だったよね。絶対忘れちゃいけないことだと思うよ。同師団にはロシア軍が大量に配備している戦車としては最新の T90M や、戦車支援戦闘車 BMPT テルミナートルニなどが配備されていて、ウクライナ軍にとっては手強い相手となっているみたい。旧ソ連軍が1970年代半ばに第一線装備の戦車としていた T64、T72、T80 の3種類の主力戦車を装備していたが、このうち T72 は現場における信頼性が高く、運用部隊における評価が高かった一方で、主力戦車としての新機軸が多数盛り込まれていた T64 と T80 はそのことが災いして、整備に手間がかかるなどして稼働率が低く運用部隊では使い物にならないとまで言われていたんだ。そのため運用部隊からは信頼性が高い T72 を回収して T80 に匹敵する攻撃力を付与し、大量装備するべきとの意見が多数寄せられたとして、T72 や T80 の改良作業によって多数の派生型が製造されていく中で、それと並行する形で T72 をベースとした新型戦車の開発が進められ、1992年10月に T90 としてロシア軍の主力戦車として配備が始まり、最新タイプが T90M となっているよ。T90M は自動装填方式であるため装填手が搭乗する必要がないため乗員は車長操縦手砲手の3名で、その手砲は T72 の手砲を改良した 2A46-125mm 滑空砲で、装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS 対戦車榴弾 HEAT、榴弾 HE などの一般的な弾薬の他に、T80 で使用されている対戦車ミサイル QM119M レフレイクスの発射が可能で、この対戦車ミサイルには発射した戦車から目標に対してレーザー照射を実施して、その反射によってミサイルを誘導するセミアクティブレーザー方式が採用されているんだ。レフレイクスの飛翔速度はマッハ1に達するとされ、射程約5000メートルで、
750mm から800mm の走行禁止圧延鋼板換算を貫通するんだって。その他、装甲など防御装備も T72 から改良されており、積層装甲と新型の爆発反応装甲コンタクト5が採用され強化されているほか、敵の戦闘車両や航空機などが搭載している赤外線監視装置 FLIR や、敵が発射した赤外線誘導方式の対戦車ミサイルに対して、より強力な赤外線を照射して誘導を妨害する装置や、敵のレーザー照射を妨害する装置などが搭載されていて、これらは総称して T-17 シトーラ1防御システムと呼ばれているね。また、戦車支援戦闘車 BMPT テルミナートルには、ロシア軍が第一次チェチェン紛争の戦訓から開発された戦車を支援するための戦闘車で、戦車に随伴して敵歩兵からの対戦車ミサイル攻撃から味方戦車を援護するための車両として開発され、T-72 の車体をベースに無人砲塔を搭載し、機関砲や自動的弾発射機などの対歩兵兵器と対戦車ミサイルが搭載されているぜ。その兵装は主武装 30mm 機関砲に A42 2機に対戦車ミサイル級 M120 アターカ連装発射機2機のほか、副武装として 7.62mm 機関銃 PKT1 機 30mm 自動的弾発射機 AGS17 32機だな。テルミナートルには、戦車2両に対して1両という編成で運用され、主に市街戦において戦車を援護する役割が与えられているよ。5名の乗員にはそれぞれ車両の周辺を視察できる装置が与えられており、従来の装甲戦闘車両の弱点である死角を少なくすることが図られていて、歩兵による近接対戦車攻撃からの防御能力に優れているとされ、さらに夜間においても搭載されている暗視視察装置によって車両周辺の警戒が可能なんだ。クレミンナにはこのように T90 とテルミナートル2が配備されているため、この方面のウクライナ軍の主力戦車主に T72 が前進を阻止されているとの見方が出ているね。また航空万能論では、その一方で東部戦線においてはドネツク州のバフムートで、ロシア軍がソレダルを制圧した勢いが継続していて徐々に同志を防衛しているウクライナ軍が包囲されつつあるとしているみたい。SNS などに投稿されている画像の中に、バフムートの南にあるクリシェイフカ及び北東のブラホダットネもロシア軍に制圧されたと見られる画像が確認されたとして、現状ではバフムート包囲の完成にはまだ時間がかかると見られるものの、その可能性が高まってきたというよ。ロシア軍は以前よりスラビャンスクとバフムートを結んでいる幹線道路 M3 の遮断を狙っていたが、ソレダルの西にあるブラホダットネを失ったことで、M3 への接近を阻止してきたクラスナホラとパラスコビーフカのウクライナ軍はロシア軍に側面を突かれる形になり、窮地に陥っている可能性があるとしているほか、コンスタンチノフカとバフムートを結ぶ幹線道路 T504 もまた、バフムートの南から攻勢をかけようとしているロシア軍部隊が遮断する可能性が出てきていると指摘しているな。アメリカのバイデン大統領は、ファイナー大統領副補佐官、シャーマン国務副長官、カール国防次官の高官3名をキーウに派遣してバフムートを放棄して、南部戦線での反攻を支援したいと提案したが、ゼレンスキー大統領はバフムートを保持することでドンバス地方全体を奪還する可能性が生じ、逆に失うことでスラビャンスク方面が危険になると考えているとしてバフムート放棄には難色を示したとされているみたい。バイデン政権はウクライナ軍の存在を抑えるために、消耗戦の様相を呈してきたバフムートを放棄することをウクライナ側に提案しているものの、ロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊などによる攻撃からこれまで半年以上も守り続けてきた同志は、ウクライナ側にとって抵抗のシンボルと化しているため、軍事的合理性を理由に放棄することをゼレンスキー大統領が容易に決断できないと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。